こんにちは、香港の日本語教師のまさるです。今日は、静岡県の熱海のホテルをチェックアウトして、で近くにある十国峠というところまで来ました。ケーブルカーで今山頂の方に登っていきます。ここは、ケーブルカーの乗り場ですね。今からケーブルカー発車するのでちょっと撮っていきますね。ここが、ケーブルカー乗り場私たちの荷物のここは、ちょうど、場所で言うと熱海ですね。熱海は広東語ではイホイですね。普通話ではウェハイ、ね、ウェハイ の、 近くです。そこから私たちは車じゃないので、バスで登ってきたんですけど、熱海のビーチ沿いからバスでだいたい40分ぐらい山をずっと登ってきたところです。でここね、十国峠何が有名って、熱海というところ、伊豆半島の熱海というところから箱根ですね、プトンファーではシャンカンってね、シャンカン、広東語ではション軍ですか、ション州軍だから軍、ション軍ですね。こんなところです。でね、ここをこう登っていくとですね、なんとちょうど頂上から富士山が見えるという感じです。ちょっと天気を、見ていきたいと思います。ちょっとみんな人の顔が映らないように撮るのは結構大変。富士山が、みんな富士山が見えてるよ。これ十国峠のすごいところは、上から360度のパノラマで富士山が見えるところですね。ちょっと、次のケーブルカーの発車は10時35分となります。その後15分を記念といたしております。ご乗車ありがとうございました。ありがとう。あ、大丈夫よ。大丈夫だ。え？え、何？あ、あ、そっかそっか。はい。はい、では。今から行きます。よいしょ。ああ、ここに空いてるなら寝ないでよかったね。ああ。カバン持ってるのちょっと大変。このケーブルカーに乗ってきました。あっという間ですね。でもこれ歩いて登ることもできるようです。
パノラマ。あ、ママ、まさみ自分のカバンそれ自分で持つよ。ちょっと。はい。見て富士山。なんだろうあれは。本当気持ちいい。あっちの方向が伊豆だそうです。すごい気持ちいいねここ。うん。うん。あ、あれじゃない？そこ、それ、あ、人がいるね。うん、ちょっとこっち側行ってみる？あ、あそこ、あ、その十国峠のサインで写真撮る。どうしよう。うん。うん、あ、ママ。よかったね。え、起き上がるの大変だからいいわね。え、じゃあちょっとこれ持って。あ、すごい。360度。あ、でもこれがあるから360度。富士山の大パノラマ。え、ちょっとさ、あ、じゃあこ、あ、コーヒー。あ、いっぱい出ちゃって。ここに、ちょっともうデモするからここからちょっと撮って。ん、あ、もしかしたら、ごめん、ここからでよかったかも、こっちか。こういう感じ？あ、そうだ、もうここから。ちょっとどういう風にこれで。こんな感じで。空しか見えない。ごめん。あ、大丈夫。まだ回ってる。こんな感じ。はい。映ってる？首が切れちゃう。え、な？上上がりすぎて。え？そういうこと？うん、そう。あの、昨日の、うん、はい、じゃあ向こう側の、え、あのカフェとかがあるっていうのはこれのことかな。これのことか。先に映ったら綺麗に見えたのかも。じゃあちょっと向こう側に散策に行きましょう。はい。こう、あ、ちょっとこれ飲んじゃえばいいのか、コーヒー。もっと。本当だよ。うん。あ、で、全部飲んじゃうね。うん。飛行機。見て、見える？飛行機。あ、本当だ。じゃあ。
向こう側行きましょう。寒くない？大丈夫。すっごい綺麗。あれとか見に行く？ここでも写真撮るの待つ？うん。昨日は全然見えなかったけどね。頂上が見えるんだから。ね。十国峠でーす。富士山。富士山は寒いですか、これに入って。いや、際どいところ。どうしよう。こんな感じ、こんな感じ。こんな感じか。